ニュースゼロにて野球解説をする高橋由伸と、キャスターとして言葉にはできないがタイガースファンなことが首の動きでバレてしまう宇藤由美子。さあ高橋さん、今年いかがでしょうか。はい、やっぱりですね、タイガースはね、やっぱ近本、中野の 1,2 番がね、非常にやっぱ安定してますからね、一方ジャイアンツはね、やっぱり吉川尚輝なのか萩尾なのか、ちょっとね決まってないっていうところで言うとね、やっぱりタイガースはね、はい、4番の大山を中心にね、やっぱりここ一番ヒットが出るでしょうしね、ジャイアンツはね、カズマとハエとかねっていうところで言うとね、ただタイガースはね、やっぱり先発陣が非常に枚数が多くてですね、はい、安定してますから、今年もタイガースは強いんじゃないでしょうかね。はい、続いてはお天気です。ニュースゼロにて野球解説をする高橋由伸と、もはやタイガースなら何でもいい宇藤由美子。さあ高橋さん、メジャーリーグいかがでしょう。はい、今年はですね、やっぱり大谷選手や山本由伸投手の影響でね、ドジャースに目が行きがちですが、私が注目しているのはデトロイトタイガースの前田健太投手ですね。やっぱりね、タイガースのね、投手陣をですね、前田投手がどこまで引っ張っていけるか、それがやっぱタイガースの順位に関わってくるんじゃないでしょうかね。なるほど。続いては為替と株です。ニュースゼロにて野球解説をする高橋由伸とバットの動きに首がシンクロしてしまう宇藤由美子。さあ高橋さん、解説をしていただきましょう。はい、バッターというのはね、はい、必ずルーティーンというものがあります、私のね、掛布さん文化はね、こうして、バットをですね、回しながらですね、そして西武にいたカブレラという外国人選手はですね、こういう動きでね、こういう動きでました。なるほど。でヤクルトの八重樫さんなんかですね、こうして細かく動かしながら、ガニ股打法の種田さんはこうでしたね。なるほど。続いてはお天気です。鳩になった宇藤由美子。さあ高橋さん、今日はいかがでしたか。はい、やっぱりですね、タイガースの強さが非常にやっぱり目立ちますしね、今年もですね、タイガースを中心にペナントは回っていくんじゃないかと、そういうふうに思いましたね。なるほど。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。